CDTV で炸裂。ナンバーアンダーラインアイ、INZM、パフォーマンス徹底解剖。平野紫芽雁太、神宮寺裕太の個性が融合した奇跡の瞬間をあなたは見逃したか。今夜の CDTV でのナンバーアンダーラインアイの新曲、INZM のパフォーマンスは、多くの視聴者にとって本当に満足の瞬間でした。平野紫芽雁太、神宮寺裕太という3人の魅力が存分に発揮され、 その完璧なコンンビネーションが見るものを引き込んだ彼らのパフォーマンスは単なる音楽番組の枠を超え一つの芸術作品としての完成度を誇っていた今回はこの圧倒的なステージパフォーマンスを詳細に分析しそれぞれのメンバーがどのようにしてこの奇跡的な瞬間を作り上げたのかを深く釣りしてみたいまずパフォーマンス全体を振り返るとその一糸乱れぬダンスが印象的だった平野翔は その卓越した身体能力とリズム感を生かし、ダンスの一つ一つの動きに力強さとしなやかさを兼ね備えた表現を見せた。彼の動きはまるで流れるようでありながらも、キレのあるアクションで視線を奪う。例えば、サビの部分で見せた足を高く蹴り上げる動きや、細やかなステップの変化は、彼がどれだけダンスに精通しているかを物語っている。一方、ガン・ユータは、 その安定感のあるパフォーマンスでステージ全体を支えていた。彼の動きには重みがあり、グループの中心としての存在感が際立っていた。騎士のダンスは、細部に至るまで計算され尽くしており、その一歩一歩が楽曲の持つメッセージを力強く伝えていた。そして、神宮寺優太は、その柔らかな動きと鋭いアクセントで、楽曲にさらなる深みを与えていた。彼のダンスはどこか優雅でありながらも、 時折見せる大胆な動きで観客を驚かせる。特に、彼が見せた体を大きく反らせる動きや、手を広げて旋回するシーンは、まるで舞台の上で自由に羽ばたく鳥のようだった。さらに、彼らのダンスだけでなく、ボーカルとラップのパフォーマンスもまた見逃せない要素であった。平野翔の歌声は、そのパワフルさとエモーショナルな表現力で楽曲に命を吹き込んでいた。彼の声は、 楽曲の持つ激しさや切なさを見事に体現し、見る者の,の心に直接響く。また、岸優太の歌声は、安定感と透明感があり、楽曲全体に心地よいバランスをもたらしていた。彼のボーカルは、特にコラス部分でその実力を遺憾なく発揮し、楽曲に広がりを与えていた。そして、神宮寺優太は、その甘く深みのある声で、楽曲にロマンチックな雰囲気を加えていた。 彼のラップパートは、滑らかでありながらも確実にリズムを刻み、楽曲全体にダイナミズムをもたらしていた。パフォーマンスの中で特に印象的だったのは、3人の息の合ったパフォーマンスだ。平野、騎士、神宮寺の3人は、それぞれが異なる魅力を持ちながらも、ステージ上で一つのユニットとして完璧に調和していた。その象徴的な瞬間は、彼らが互いに視線を交わし、 微笑みを交わすシーンであったこれにより、彼らの間に流れる信頼感や絆が視覚的に伝わり、観客もその場に引き込まれるような感覚を味わうことができた。また、ダンスの振り付けにも彼らの連携が光っていた。平野が中心となってリードする場面では、騎士と神宮寺がその動きをサポートする形で動き、まるで三味一体となったパフォーマンスを作り上げていた。さらに、彼らの衣装やスタイリングも、 パフォーマンスを一層引き立てていた。平野翔のシンプルながらもエッジの効いたスタイルは、そのカリスマ性を一層際立たせていた。彼の黒のレザーコスチュームは、楽曲の持つクールでパワフルなイメージを完璧に体現しており、視覚的にも大きなインパクトを与えていた。ガン・ユータは、その明るいカラーのジャケットと合わせたスタイリングで、楽曲にエネルギッシュな印象を加えていた。特に、 岸の衣装は楽曲のサビに合わせた動きに合わせて揺れ動き、その動きがまるで音楽と一体化しているかのような効果を生み出していた。そして、神宮寺ー太は、そのシックでエレガントなスタイリングで、楽曲に大人の魅力を加えていた。彼のスタイリングは、楽曲の持つロマンチックな一面を強調し、見る者に深い印象を残していた。このように、ナンバーアンダーラインアイの三人が見せた。 INZM のパフォーマンスは、単なるダンスや歌だけでなく、彼らの個々の魅力とグループとしての調和が見事に融合した結果である。しかし、これほどのパフォーマンスが可能になった背景には、彼らがこれまでに培ってきた経験や努力があることを忘れてはならない。彼らはデビュー以来、多くの困難を乗り越え、常に新しい挑戦を続けてきた。その過程で培われたスキルや経験が、 今回のような完璧なパフォーマンスに結実したのだ。それでは、彼らが今後どのようにしてさらに進化を遂げるのか、そして次にどのような驚きや感動を私たちに届けてくれるのか。昨夜のパフォーマンスを見た後では、彼らが次にどんなステージを見せてくれるのか、期待は膨らむばかりだ。私たちが次に彼らのパフォーマンスを目にするとき、再び驚かされることは間違いないだろう。あなたは、 次のステージで彼らがどのように自らを超えてくると考えますか彼らの進化は、まだまだ止まるところを知らない。私たちは、の瞬間を心待ちにしながら、彼らのさらなる飛躍を見守りたい。彼らのさらなる進化を見守るという視点で考えると、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがどのようにしてこれまでの経験を生かし、新たな表現の領域に挑戦していくのかが興味深いポイントになるでしょう。昨夜の、 INZM のパフォーマンスは、その予兆ともいえるものでした。各メンバーの個性が際立ちつつも、グループとしての一体感を保ちながら、新しいサウンドやビジュアル表現に果敢に挑戦する姿勢が垣間見えました。例えば、平野翔のダンスパフォーマンスに見られた力強さと優雅さの共存は、今後の彼のアーティスティックな進化を示唆しているように思えます。これまで彼が培ってきたダンススキルは、 さらに高度な技術や表現力を追求することで、新たな次元へと到達するでしょう。彼の動きには、すでに一種の物語性が感じられ、単なる振り付けを超えて観客に感情やストーリーを伝える力を持っています。今後、彼がより一層その物語性を探求し、ダンスと演技を融合させたパフォーマンスを披露することも十分考えられます。そうなれば、見る者は彼の表現から目が離せなくなるでしょう。 また、岸優太の歌唱力にもさらなる可能性が秘められています。昨夜のパフォーマンスでも、彼の声が楽曲全体を支える重要な要素であることが明らかになりました。特にコラス部分での安定した歌唱は、楽曲に豊かさと深みをもたらしていました。岸が今後さらにボーカルテクニックを磨き、新たなジャンルやスタイルに挑戦することで、彼の声が持つ可能性は無限に広がるでしょう。また 彼がソロでのパフォーマンスや、他のアーティストとのコラボレーションを通じて新しい側面を見せることも期待されます。彼の歌声は、他のジャンルでも通用する普遍的な魅力を持っており、その柔軟性が今後どのように発揮されるかが楽しみです。そして、神宮寺雄太が持つ独特の魅力も、今後さらに進化する可能性があります。昨夜のラップパートでは、 彼のリズム感と流れるような風呂が楽曲にエッジを加えていました。彼のラップスタイルは、既存の枠にとらわれない自由な発想と個性的な表現が特徴であり、今後さらにそのスタイルを確立していくことが期待されます。彼が持つロマンチックな性質とラップの要素を融合させることで、ナンバーアンダーライン愛の楽曲に新しい風を吹き込むことも可能です。また、彼が作詞や作曲に関わることで、 より一層彼らの音楽に深みと個性が加わるでしょう。3人のメンバーがそれぞれ異なる才能を持ちながらも、共通するのは新しいものを生み出し続ける探求心と挑戦する姿勢です。これが彼らのパフォーマンスを見る者に強い印象を与え、次なる期待を抱かせる理由でもあります。彼らがこれからも新たな表現の領域に挑戦し続けることで、ナンバーアンダーライン愛の音楽とパフォーマンスはますます進化し、 多くののファンの心をつかみ続けるでしょうさらに彼らの活動が影響を与えるのは音楽やパフォーマンスだけではありません彼らのスタイルや生き方そのパフォーマンスに込められたメッセージが同世代や次世代のアーティストたちに与える影響も無視できません平野騎士神宮寺が自らの道を切り開き常に前進し続ける姿勢は多くの若者たちに勇気を与えインスピレーションを与えるでしょう 彼らの活動が次世代のアーティストにとっての新たなスタンダードを作り上げる可能性もあります。このように考えると、昨夜の INZM のパフォーマンスは単なる一つのイベントではなく、ナンバーアンダーライン愛の未来を予感させる重要な一歩であったと言えるでしょう。彼らがこれからどのような道を歩み、どのようにして自らの可能性を広げていくのか、その一瞬一瞬が目を離せないものとなります。彼らの挑戦を見守り、 共に新しい時代を迎えることができるのは、ファンにとっても大きな喜びであり、誇りです。最後に、読者の皆さんに問いかけたいのは、あなたが感じる彼らの可能性はどこにあるのかということです。彼らが今後どのように進化していくのか、どんな新しい挑戦を見せてくれるのか。それは私たちがこれから体験する音楽とエンターテインメントの未来そのものかもしれません。彼らの次なるステージを期待しつつ、 今夜のパフォーマンスを振り返り、その余韻に浸りながら、新たな驚きと感動を待ち望みましょう。